こんにちは。メンズファッションの専門家、スタイリストの大山俊です。今回の動画では最近僕が買ったものをご紹介してみたいと思います。4月に入ってからですね、なかなか外に出づらい状況が続いているので新しい買い物ができていないんですが、3月にはちょこちょこと買い物をしたので、その中からですね、僕が気に入っているものを今回は3つご紹介したいなと思っています。僕は基本的に仕事で使う服とプライベートで使う服というのは分けているんですね。仕事ではなるべくスタイリストに見えるように少しアクセントのあるものですとか、価格帯もやや高いものを選ぶことが多いんですが、プライベートに関してはベーシックであることですとか、子供と遊んで少し汚れても気にならない価格帯のものを買うようにしています。今回は前者の方ですね、仕事で僕が愛用するアイテムをご紹介してみたいと思っています。はい、ということで着替えてみました。1着目はですね、今着ているこちらになります。エストネーションで購入しましたシャツアウターになります。3月買ったものの中では一番これが気に入っていまして、よく着ています。シャツアウターというのは最近のトレンドアイテムになっていまして、時々街で着ている方も見かけますし、様々なお店でもこういったアイテムが少しずつ増えてきたのかなと思っています。シャツアウターという名前の通り、デザインはシャツなんですが、アウター感覚で気軽に羽織れるような作りになっています。これが結構便利で、4月って結構あったかい日はあったかいんですけど、肌寒い日もあったりしますよね。あと朝と昼の寒暖差も結構あったりするので、これぐらいの厚みのものが結構使い勝手がいいんですね。僕は T シャツの上にさらりとこのシャツアウターを羽織ることが多いですね。結構様々な着方ができるんですけども、前を開けて内側の T シャツを見せながら着ることもできますし、こういう風に前を閉めてしまって小綺麗に着ることもできるかなと思います。最近は僕はボタン閉めるときにはあえて第一ボタンを締めるようにしています。そうすることでよりきれいめな印象が漂いやすいので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。上の3つぐらいを留めて、あと下はこう開けるようにしてですね、下に着ている T シャツなんかを覗かせるようにしています。このようなシャツアウターというのは本来ミリタリーっぽいアイテムなので、僕は黒ですとかネイビーを選ぶことが多いんですね。ここでカーキだとかオリーブ系を選んでしまうと、まんまミリタリーっぽくなってしまうので、なるべく僕は避けるようにしてきました。ですが今回こちらはあえてオリーブ色を選びました。というのもですね、生地の色合いにちょっと品があって、オリーブ色なんですが決してやぼったく見えないですね。この色の上品さが気に入ってこちらを今回は選びました。そしてサイズ感にも注目したいんですが、僕は通常だと XS ですとか S を着ることが多いんですが、こちらは M をあえて選択をしました。最近のビッグシルエットの傾向を少し取り入れたかったので、ややゆったりめのサイズ感を意識しています。かなり身幅もゆったりしてますよね。このように上半身をゆったりさせながら、ボトムスはやや細身のもので引き締めるとバランスが取りやすいかなと思っています。そして袖なんですが、少したくし上げて肌を見せてあげると抜け感ができるので、これもまた良いのかなと思います。そして肌が見えた部分に時計ですとかちょっとしたアクセサリーを差し込んであげると、アクセントとしてはバランスが取りやすいかなと思っています。このようなシャツアウターというのは去年とか一昨年はそんなにまだ多くはなかったんですが、今年はいろんなブランドで出していまして、僕はまずは GU のものを買ってみたんです。以前動画でもご紹介しましたが、 GU のシャツアウターも結構よくできていまして、まずはそちらで試して結構気に入ってよく着ていたので、今度は少し価格帯を上げてこちらを買いました。 GU ですとかユニクロのいいところなんですが、トレンドのアイテムをまずは低価格で試すことができる点なのかなと思っています。いきなりセレクトショップとかで投資をするのって結構勇気がいると思うので、トレンドのアイテムに関しては特に GU が強いので、まずは GU で手軽な価格から始めてみる。そして慣れてきたら次の買い買いのタイミングには少し価格帯を上げてみる。こういった買い物の仕方がすごくいいかなと思いますので、皆さんもぜひお試しいただきたいなと思っています。はい、続いて2つ目をご紹介したいと思います。今僕が着ているサタデーズニューヨークの T シャツになります。サタデーズニューヨークの T シャツは結構長い付き合いになりまして、僕が最初に出会ったのは今から10年近く前、たまたま渋谷のビームスで見つけてからしばらく買い足しています。その当時はまだ路面店がなかったんですが、最近ですと代官山の路面店ですとか阪急メンズ東京の中にもですね、サタデーズの店舗がありますので、そういったところに訪れて定期的に買い足しています。このブランドの T シャツのいいところというのはデザインがシンプルなところなんですよね。意外とプリントの入っている T シャツで大人が着ても似合いやすいものって見つからないんですよね。僕も定期的にチェックしてるんですが、サタデーズに変わるようなブランドがなかなか出てこないです。無地の T シャツも決して悪くはないんですけど、どうしてもちょっと退屈に感じてしまうので、僕はこういったプリントの入っているものの方が好きです。で、サタデーズの T シャツというのは基本的にベーシックなサイズ感なんですね。最近はビッグシルエットの影響で割とゆったりめのサイズ
イトの T シャツが多いんですね。それはそれでかっこいいですし、僕も持ってるんですが、このようなベーシックなサイズの T シャツも結構重要だなと思っています。なぜなら僕はこの T シャツというのを1枚で着ることはないんですね。基本的にこの上にジャケットですとかアウターを羽織ることが多いんですね。ですので T シャツがゆったりしてると上にジャケットを着た時のバランスがあんまり良くないんですね。こちらにいつものジャケットがあるので、ちょっと上に羽織ってみたいと思います。はい、上にジャケットを羽織ってみました。このようにジャケットを上に羽織った時に T シャツが大きいとジャケットの着丈よりも T シャツの方が長くなってしまうんですね。そうするとどうしてもバランスが良くないので、基本的には上にジャケットだとかアウターを重ねる時には T シャツはジャストサイズを選ぶようにしています。 T シャツを1枚で着るのかインナーとして使うのかでサイズ感を分けるというのが一つのポイントかなと思っています。そういった点でもサタデーズの T シャツはサイズ感がベーシックでデザインが非常に大人っぽいので、僕にとってはもう欠かせないアイテムですね。他にもですね、僕がよく動画で着ている T シャツがここに並んでいます。こういったシンプルな白地に筆記体のサタデーズのロゴが入っているようなものですとか、こちらはですね、まあ、同じく白地なんですけども薄いピンクですね、アクセントカラーのプリントがされているものですとか、こういった白をベースとしたもので少しアクセントが入っているものを選ぶことが多いかなと思っています。僕は T シャツとジャケットを合わせることが非常に多いので、この内側を変えることで気分を変えるようにしています。サタデーズの T シャツ皆さんにぜひお勧めしたいんですが、このように動画で解説すると結構ですねオンラインですぐに売り切れてしまうのでちょっと悩ましいところなんですが、せっかくなので ZOZO でも取り扱いがありますのでぜひ見ていただければなと思っています。はい、ということでラスト3点目をご紹介したいなと思うんですが、こちらですね、シンプルな白のレザースニーカーになります。マルタンマルジェラというブランドのですねレプリカというモデルになります。ちょっとですねこれは奮発して買いました。僕は仕事で履く靴というのは基本的に2つの種類しか持たないようにしています。どちらもスニーカーで、1個は黒ですとかネイビーですとか割と濃い色のものですね。それともう1つは明るい色のもの、主に白のものを持つようにしています。濃い色と明るい色を持っていれば結構着こなしによって使い分けることができるからです。まあ、2足しか持たないようにしているので、その1足あたりには少し投資をするようにしています。しばらくですねアディダスのスタン・スミスとラフシモンズというデザイナーのコラボレーションラインを履いていたんですが、そちらがだいぶくたびれてきたので今回は白のスニーカーの方を新調するようにしました。結構ですねいろんなお店のいろんな白スニーカーを比べながらこちらを決めました。マルタンマルジェラというブランドはデザイナーズブランドの中でも比較的デザインがベーシックで使いやすいものが多いんですね。ただベーシックの中にもひとひねりあるアイテムが多くてですね、結構デザイン的な難易度も高いものが多いんですが、こちらのスニーカーはめちゃくちゃシンプルな作りになっています。ベースとなっているのはジャーマントレーナーと呼ばれるドイツ軍のトレーニング用のシューズなんですね。これはメンズファッションにおける結構ベーシックなアイテムで、昔からファンの多いスニーカーの一つになっています。そちらのデザインをベースにしながらマルタンマルジェラが作ったスニーカーがこちらになります。通常マルジェラのレプリカシリーズはこちらのソール部分がゴム状になっていてライトブラウンのような色になってるんですね。僕はちょっとその色味があんまり好きじゃないんですね。ちょっとカジュアルになりすぎてしまうんですよね。だいたいこういったオールホワイトのシリーズというのが3年から5年ぐらいのスパンで1回発売になるので、今回はたまたまこちらを見つけたので購入をすることにしました。シンプルな白いスニーカーなんですけれども、普通のスムースレザーとこれはちょっとスエードっぽい起毛感のある革、2つの種類を使っていて少し変化をつけているところが気に入っているポイントです。正直これを見ただけでマルジェラっていうことに気づく方はほとんどいないと思います。普通のジャーマントレーナーとほとんどデザインが変わらないです。そういうデザイン的にはほとんどプレーンであるところが僕は気に入っています。人からは気づかれないですが、個人的にはマルジェラを履いてるぞというなんとなく自己満足感が満たせるので、そういった点も気に入っているポイントですね。分かりやすいブランドっぽさっていうのはあんまり好きじゃないんですが、ちょっとした違いがあったりですとか自分が履いていて気分が上がるっていうのは個人的には結構好きなんですね。ですのでこの地味なあまりブランド主張のないマルジェラのスニーカーすごく気に入っています。白レザースニーカーなので多分履けても 3,4 年が限度かなと思うんですが、なるべく手入れをしながらですね長く使ってあげたいなと思っています。はい、ということで今回は僕が3月に購入したものを3つご紹介させていただきました。シャツアウターに関しては本当に今っぽいアイテム、トレンドアイテムなので、こういったものを取り入れることで着こなしにちょっと今っぽさを取り入れることができるかなと思っています。まあ、T シャツに関しては消耗品ですね。だいたい1年ぐらい着るとだいぶくたびれてくるので、年に数枚買い足しながら雰囲気を変えるようにしています。スニーカーに関してはそんなに流行というのが強く出るものではないので、数年は履くことになるかなと思うんですが、こういうものにはなるべく投資をするようにしています。
最近はなかなか買い物に出づらい状況ではあるんですが、早く日常生活に戻って春ですとか夏の買い物を楽しみたいなというふうに考えています。ぜひ皆さんもなかなか外には出づらいかなと思うんですが、オンラインを通しながら様々なファッションというものをお楽しみいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。